今日は公園で何して遊ぼうかな。公園に侍さんがいる。誰か助けて。あ、助けて。ヒーロー登場。どんな登場の仕方だよ。頭打っちゃってるからと見せかけて、今日の夜ご飯何しようかな。こんな時に何考えてんだよ。めちゃくちゃ好きだらけ。攻撃される。あれ聞いてない。ネザライトのカツラだから全然聞かないよ。なんだよネザライトのカツラって。っていうか真面目に戦えよ。仕方がないな。また攻撃来るよ。今度は真っ二つ。なんで攻撃かわしたりしないんだよ。あれ体が出てきた。切られてないの。なんでこんな風に服の中で攻撃をかわしたからね。体弱すぎだろ。パンツ一丁になってるけど大丈夫なのか。今度は顔の刀で攻撃してくれよ。あれでネザライトのカツラが真っ二つ。やばすぎだよこの攻撃。カツラもないのにもう一回攻撃くるよ。ハゲに集まれ太陽の光。必殺ハゲガード。光で体を守った。刀が折れた。すごい防御力。これだったらどんな攻撃でももう大丈夫だね。それじゃあこっちからの攻撃いくよ。必殺ハゲぶつけ。一瞬にしてサムライソードを吹き飛ばした。強すぎだろ。っていうかハゲぶつけってひどすぎる必殺技だ。ハゲは神、ハゲは神、みんなハゲになろう。絶対ならないよ。チャンネル登録よろしくお願いします。